birthday to me Happy birthday to me Happy birthday Happy birthday to me ということで18歳になりました北川梨央です。おめでとう。はい、そしてと同時にですね、はい、卒業しました。高校をびっくりした。モーニング娘。卒業してたのかと思った。早い。はい、いや早いですね。びっくりです。JK だったんだね。JK でしたね。そっか、JK だった。え、入った時って高校 1? 高校1年の6月に入りました。そっかそっか。でもなんか北川ってすごい JK っていう言葉がすごい合うけど、なんか大学1年生もすごい合う。あ、似合う。そう、嬉しい。似合う。嬉しいです。いや、おめでとう、本当に。ありがとうございます。何したん18歳は。18歳はですね、何、自分のことを好きになりたい。素敵じゃん。もっと好きになっていいんだよあなた可愛いよありがとうございます。あ、いいよ。いや、自分のこと好きになるのと、あとはですね、いろんな人と話すっていうのを目標にしたいなと。あ、まあ大事よね。いつでも話し相手になるよどんどん話して。頼もしい、頼もしい。いつでも、夜中の3時でも4時でも全然話し相手になるよ。福村さんマジいつでも来てくれる朝の8時は無理かもしれないけどそっからに始める。あ、そっからですね、はい、あとやっぱそう、あとは夜更かしをやめたい。あ、福村さんそう、一緒にやめようね一緒にやめよう。やめた方がいいですね、それは確かに。夜更かしをやめたいのと、できるだけ爆食の回数を減らすっていう。あ、フォルダーがね、いっぱいあっていいと思うけどね、はい、私は、うん、その食フォルダーの増える頻度が高すぎて、ちょっとだからそれはいいと思いますけどね、私は、うん、好きなものは食べておいた方がいいよ。何があるか分かんないんだから。だってそれでさ、すごい太っちゃうとかないじゃん、北川。いいよ。何をおっしゃるんですか。ない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 、あんま思ったことないです。嘘だ。北川はすごい痩せるだけですごい太るってないよ。すごい痩せるだけすごい痩せるだけ頑張るときすごい痩せちゃうけどすごい太るってことないから、自分の好きなように生きな。ただ健康に生きてほしい。健康に生きます、うん、まあ普通に考えたのラーメンからのドーナツとかは不健康に近いからちょっとそれは心配になっちゃうけど、はいはい、うん、食べたいものは基本食べていきなよ。はい、食べていきます。自分に正直に18歳は生きていきたいと思います、うん、いいよ北川。はい、行きます。北川、はい、それではモーニング娘。トゥートゥーのモーニング女学院放課後ミーティング、イエーイ。換気してます。換気してます。あ、言うの忘れた。でででで、そうなんです。悲しいです。北川とも壁が届きません。北川今日テスラ届きません。北川今日声でかくてちょっとイヤホンがごめんなさい。でも今日今回その猛女で3人でするってなった瞬間に北川が、うん、猛女のメンバー楽しそうって言ってましたそれがね嬉しくて。そう、よかったよかった。そう、はい、楽しくやろうよ。すごい楽しみです。楽しんでいきましょう。めっちゃ笑顔めっちゃ嬉しそうなんですよ。私たちも嬉しいですね。嬉しい嬉しい。楽しんでいきましょう